はい、シンです。本日も湘南は平塚ヘブンズドアの方へお邪魔しております。前回はですね、普通のブレンドコーヒーと3000円のトラジャという高級コーヒーのキキコーヒーをやったんですが、今回はその第2弾ということで、なんとじゃじゃん、1杯8000円のコーヒーがあるということなんで、第2弾、今回は前回のトラジャ美味しいコーヒーと8000円のコーヒーのキーコーヒーをやってみたいと思います。はい、どうもね、トークです。りょうたです。僕です。はい、そして、前回もコーヒー入れていただいたゆうたろうさんです。どうもです。今回の8000円のコーヒー、はい、1杯8000円ですよね。1杯8000円ですね。その1杯8000円のコーヒーってどんなコーヒーなんですか？8000円の方はですね、はい、このジャコネコという、はい、インドネシアの猫ちゃんのうんちの費用でできるコーヒー豆なんです。聞いたことあります、聞いたことあります、はい、あ、これなんですね。結構、はい、もう伝説というか幻のコーヒー的な、はい、ですね、そうですね、はい、コピルアックという名前なんですけどね。コピルアック、はい、コピルアック。高いところで1万3000円とかで都内にありますね。1杯1万3000円ですか？1万円超えです。すごいですね、はい、日本の高級車の廃屋満タン以上ですね。そうですね。うわ、すごいコーヒーですね、はい、そいつを今日入れていただけると、はい、やばいですね。前回のトラジャ3000円のコーヒーと飲み比べて、どっちがこのコピールアクなのか。すみません、ありがとうございます、はい、前回のトラジャはこちら側ですね。あ、そうですね、はい、もう一度いただきます。トラジャです。さすがに美味しいですね。あと1杯3000円はすごいですね。うな重食えちゃいますからね。やばいですね。食べちゃいますね。ありがとうございます。やばい、コピルワーク、はい、すみません、始めさせていただきます。どうぞ。あ、もう普通のコーヒーじゃないですね。そうですね、匂いからしても、はい、複雑な味がすると思ったんですけど、はい、なんかすごいあっさりしてるんです。そうですね、あっさりしてますね、味は、はい、上品な味ですね。でもあっさりしてるけど全然味は薄くないというか、深いけどちょっと甘いんですかね、これ。少し甘みあります、うん、そうなんですね、はい、そんなグルメじゃないんでわからないんですが、これは違い分かります。前回よりも難しいかもしれない、ね、難しいですね、難易度高いかもしれないです。で、前回罰ゲームを食らった東郷くん、はい、どうでしたか？いやまあトラジャめちゃめちゃうまいっすね。今回は1杯3000円のトラジャと1杯8000円のコピルアク、ぜひ頑張ってほしいと思います。はい、はい、東郷くん、こちらを見てください。さあ、2つコーヒーが並びました。わかんない色が。そうなんです、今回は色わかんないんですよね、はいはいはい、じゃあまずこっちからいきます。はい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 、コピラー君俺のこと呼んでます。はい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 、決まりましたか？決まりましたね。了解しました。もう余裕っす、うん、今回は大丈夫そうですか？もう絶対大丈夫です。了解しました、了解しました、はい、じゃあコーヒーをスライドさせていただいて、はい、じゃあ第二の挑戦者、りょうた君、こちらを向いてください。はい、やっぱトラジャもうめえな。マジっすかこれ。え、一緒でしょ見た目的には。もうね、いや一緒っすよね、大差はないっていう。じゃあちょっとこっちからいただきたいと思います、うん、キーコーヒーしてみてください、はい。はいはいはい、あーでもなんか違いますね。違いはわかる。違いますね、はいはい、はい、全然難しい。全然難しい。違いがわかるんですけど、はい、どっちがどっちなのかっていうとこっすよね、うん、まあ、だからそういうゲームです。そうでしたね、はいはいはい、はい、決めました。わかりました。じゃあコーヒースライドさせて、もう一度後ろを向いてください。最後の挑戦者、元くん、こちらを向いてください。本当に色が分かんないです。じゃあ、キーコーヒー、
開始です。どうですか、一回こっち行きますね。はいはい。ちなみに普段元くんはコーヒーを飲みますか。飲むんですけど、はいはい、結構甘党なんで、ミルクとか砂糖とか入れちゃう。もうそれだとね、もうコーヒーの味わかんなくなっちゃう。OK です。本当ですか。はい、わかりました。じゃあ3人ともこちらを向いてください。じゃあ今回の1杯8000円のコピルアクのコーヒーはどちらか指をさせてもらいたいと思います。はい、お願いします。どうぞ。一斉のせ。おっと、分かれましたね。分かれましたよ。カメラから向かって左側のコーヒーがモド君、はい、右側のコーヒーがリョウタ君とコウゴ君、はい、今回本当に難しいんだね。マジで難しいです、うんうん、でも自信あります。自信ある、はい、とか言ってね。ゆうたろうさん、3人の答えが出たので教えていただいてもよろしいですか。コピルアクは こっちです。イエーイ。一人勝ちです。ということでこの2人にはヘブンズドア恒例の罰ゲームを食らってもらいたいと思います。それではお願いします。マジでやば。このイリアバーガー、やべえこれはやばい。知ってるんだよ俺この痛さ。ここがいいんだよ。ということで今回罰ゲームを食らったのは亮太君と東郷君でした。元君大正解でした。イエーイ。ゆうたろうさん本当にありがとうございます。本当にごちそうさまです。イエーイ。めっちゃ痛いですね。やばいこれ。じゃあ最後何か一言。いやでもうまかったなコーヒーな。うまかった。最高だったな。ちょっと俺店長に謝ってくるわ。ありがとうございます。皆さんも平塚ヘブンズドアで美味しいコーヒーいかがでしょうか。